Sí, Hunting Park. Let me see if I can like refresh this. Here your mic got turned off? You just want to just turn it to Discord and we'll just... it should. Okay. Yo, what's going on, everyone? Whether you want to do the zip file or the exe file, right. Either's fine, whichever way you're more comfortable with. I did the exe file personally, and I've got it up and running, so I'm not going to download it to this. Maybe not quite exactly like this, but something very similar to this. And what you want to do here is set your A1, which is your output, to be your main output. So whatever the code down the side, the WDM or KS or MME, I believe, but I'm not 100% sure, that just... and the music. Really, really straightforward once you know what you're doing. But to me, that was the hardest bit, was knowing what I was doing. But once I got the hang of it, it was there. If you've got any questions at all, no, that's too much work. What is it called?
I would, but I like it when you tell me, so I know I don't have to, of course, but yeah. Hopefully. You said it's a good thing. But no one's there, so we'll be prepared for you. Oh yeah, I am. Oh yeah, I can. It's just, yeah, I hear my voice on top of it, but I'm not, I'm probably not. Amy-chan! Mada ii-chan! Konna jikan, sasubira kitta te taxi tsukamannai nda kara! Yada mo! Ii kara takudai daste yo! あ、じゃあさ、プラザのスイートでも取るよ。だから、俺と朝まで。ねえねえ。なんだてめえ、いてんぜ。おい、ちょっと待てよ、これ。キュッ。おい、てめえ。ぶつかっといて何しかとこいてんだ No. I was at something else. Sorry. I was listening, but I wasn't really paying attention. どうも、すみませんでした。Okay. Actually, I think there is cut right somewhere.よ、頼んでおいた仕事、どう？終わりました。ちょっと封筒が。このままでいいっすか？そんなこと気にしないでいい。むき出しだろうが金は金だからね。堂島組さんは仕事早くて助かるよ。
はい、これ約束の1割。ご苦労さん。どうも。で、これは俺からの気持ちね。いや、それは取り半が常識のこのご時世、安い取り分でやってもらってんだ。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからね。でも同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に、本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。ま、これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。はっ、とっとぎ。ありがとうございます。しかしバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。30万ポッチ捨てんのは簡単だが、回収しとかねえと商売としてのけじめがつかねえな。ええ、まあ俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる。今の世の中、金の本当の価値がわかってるやつなんてほとんどいやしない。その点、学のない君の方が高学歴の若造よりよっぽどわかってる気がするんだけど、そうじゃない？俺にはわかりません。それじゃあこれで。 No, you can. Just ignore your suggestion. うちに来ねえか、兄ちゃん。君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。いい飯腹いっぱい食って、いい女を好きなだけ抱ける。それだけじゃない。金さえあれば、不幸な人間を幸せにすることすらできる。ヤクザは下積みが長え。手っ取り早くのし上がるには、うちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。3年前にその言葉を聞いてれば、そうしてたかもしれません。けど、一度極道になったもんは、時間を巻き戻せない。それが答えか。ヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね。さあな。俺はヤクザになったことねえからわからねえ。ま、気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃ。金貸しが偉そうに。めんどくせ。You can't forget about the character.
Are you alright?後で返すっつってんだろうが。困ります。勘弁してください。ごちゃごちゃうるせえんだよ。いいからさっさと出せ。誰か助けて。なんだよ、見てんじゃねえぞ俺。おい、ヤクザじゃねえのかそいつ。バカ、ヤクザったって年も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろ。お前らこの町に来んのは初めてか。え、だったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんだな。カムロ町を歩き慣れている連中ならこの辺りでバカはしねえ。なんだと、ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ。こら、your back, aren't you? おお、相変わらず容赦ねえな。錦、
おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。逆だ。おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩って。おとなしくヘルスにでも行けってろ、ガキじゃあるめえし。興味ね。相変わらず硬いね。まあいいや、とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよな。ああ、あの、ありがとうございました。は？いや、この度はどうも。お日柄もよく。行くぞ錦。しかしよ、お前も様になってきたよな。もう一発のヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。まあな。これで風間のおやっさんも少し安心するか。さあな。あいにこ俺の取り柄は喧嘩の出口だけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ、こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。風間のおやつさんが無所から出てくるのが年明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になっておくさ。へえ。ならまずそのみすぼらしいなりから変えてみな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちっと変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな、極道商売にある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見栄のためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見栄張りてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見栄張ってなんぼだぜ。そんなもんか。そんなもんさ、肩着のくせしてアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。奴らにとっちゃ外見が全て。ち、わかった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。行くぞ。おい、気をつけろよ。あっさ、ラッキー。よかったじゃん。ちょっと待てよ。一緒にホテル行きましょう。おい、そんなに急ぐな。マッサージどう？おめえ、この辺りの店ちゃんと出入りしてるか？当たり外れも含めて何でも知っとかねえとな。金ケチって溜め込むのもいいけど、こういうご時世だ。金は使いようで売買にもなる。で、その手の情報をつかむには街で遊んでアンテナ張らねえとな。この街でしのぐってのはそういうことさ。
可愛い女子大生がよりどりみどりと言われ、ついていったらバーバーばっかり。5000円ポッキリのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つか、そう思わねえとやってられねえだろう。なんだ今のは物の例えであって、別に俺が実際に体験したってわけじゃ。まあとにかく今日は俺のおごりだ。おめえもたまには楽しめ。いいな。当然無理したに決まってんじゃん。大丈夫すぎな。マジかよ。どうやってあれだけのお嬢様を落としたんだよ。おお、何すんだよ。金ならあるってんすよ。ちょっとだけ聞いておう。What is it? Why is Temple getting close combat? Bro.
らしいとは言ったらいくぞ。さあ行くか。Yeah, I'm still here. Don't worry about it. 会社欲しいな。Oh, I think we have that one. たく、相変わらず品のねえ街だよな。
だから人が集まってくるんじゃねえのか。最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな、そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ、この官房長って町は。なんだ、不器用なりに一応分かってんじゃねえか。見直したか、錦山君。よう、なんだあいつら。現役女子大生ホステスのまどかちゃんとゆいちゃんだ。あ？ねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？今日、後で顔出すよ。本当に？なんだよ、俺の言うこと疑ってる？信じたいけどな。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。やった！信じてるよ。女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山くん。いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。ん？いいか、組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それがなんだ。だから兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくとそれだけで小遣いくれるし、俺の組での覚えもめでたくなる。どうせ極道やるならどんな手使ってものし上がらなきゃ意味がねえ。違うか。なるほど、そうかもしんねえな。さあ店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。That's cold. お前、この店にはよく来んのか？ん？これで二度目だけど？なんでだ？ボトルキープなんかしてるからよ。常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんだな。なるほど、お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。ふん。つってもおめえはそういうタイプじゃねえってことか。俺おやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。てめえの体張るくらいしか脳がねえ。いや、もしかしたらおめえは今のままでいいのかもな。ん？おめえが下で頑張って風間のおやっさんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただおめえは風間のおやっさんの子じゃない。堂島組の組員なんだ。おやっさん、なんで俺らのこと風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどさ。よせよ、おやっさんに考えがあってのことだ。まあそうだな。よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜ。なあ。
わかった。今日はとことん付き合うぜ。No. Nero, did you know there's another channel called Nero Eclipse? I only saw this in clips, so I didn't know the song. He's only 12? What? Right? This is not Nero. I was talking about it was 12 o'clock. But I was looking. I wanted to say stop, but I think that pop stopped making sense. No, I have no idea. That's just a thing about hot dog. Whatever it was, I don't think it was fresh. Or my body just doesn't like the hot dog. One of the two. Wait, why do you say, oh, Mary? I did not cook the hot dog, Nero. Someone made the hot dog for me, okay? That was so mean. What is it? What is it still? Look at that, you have to do all this. Yes, money. So beautiful. You think about it. Book you to how to do stand up. Easy.
86. Better than what I can do. That's for sure. 知らなかったぜ。おめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ。バカ。そらお前がハメ外そうとか言うから、仕方なく付き合ってやっただけで。嘘つけ。その割にはノリノリだったじゃねえか。普段から隠れて練習してるんだろう。なあ。よせよ。そんなわけねえだろ。I mean, it's best for me to stay up just in case, then go to sleep. それにしても、思いっきり歌ったら腹減ったな。Yeah. 締めにラーメンでも行っとくか。And it's that part, I don't think we have any more ginger ale. まだ食うつもりか？俺はそんなに腹減ってねえよ。まあいいじゃねえか。付き合えよ。天国圏でどうだ？しょうがねえな。わかったよ。行くぞ。That's it. That was Nero. That name was Nero. The guy who was talking, I thought that said Nero. But the text was so small.